あそこにリーバットどもが集まってるぞ。一体何してるんだろうな。あれは家じゃない？ちょっと気になるから、あいつに話を聞いてみようぜ。行こう行こう。え、なんかこの子すごい、え、この子すごい、なんか、戦う気満々やん。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。トマトを育てたいんやけど、どこで育てればよろしいかしら。どこで育てればよろしいの、ちょっと。この辺かな。育てるとしたら。でもこの辺なんかね、位置的にモンスターに速攻でやられそうな感じだよね。まあそれはしょうがないか。それはもう気にしとってもしょうがないかな。ということだから、この、そっか、柵で囲まんといかんのよね。どう？このエリアぐらい？違う、パン食ったわ。ここで、はい、木の柵を32個。これを立てていきます。まあ、この範囲ぐらいでいいかな。この辺さ、あれだよね。みんなめっちゃ集まってくるよね、多分。そんなん気にしとっちゃいかん。あ。ねえ、置かせてよ。めんどくさいな。よっ。違う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 。あ、そっか、持ち上げれるんか、手袋つけとく。よっ。よいしょ。ほら、しょ。ほっ。こんな感じで。で、こっち向いて、ほっ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 。あ、間違えた。あ、これ上に置けるやん。置けたけんなんやって感じやけど。まあ、とりあえず、あれか、一段下げればいいってことかな、ここを。一段下げて、ここを、掘る。あ、二列になった。めっちゃ普通に2列になった。ちょ待って、土をよっ。ああ色が変わってしまった。あーちょっと待って、こっちか、こっちがいらないのか。はで、こっちが削り取っていい方だよ。ほらほら、そう、ここを削り取ってマジ。あ、一段低くしてしまった。よいしょ。あ、間違えまくりなんですけど。で、よいしょ。で、ここにフェンスにすればいいかな。なんか場所微妙じゃね？あ、まあ、いっか。適当。あ、そうか、ここも壊して、壊しての、こういうことだね。空き部屋になった。あ、柵でもあれなんや。空き部屋になるんやね。ふんふんふん。え、で、周りを囲っておけばいいの？とりあえず。周り囲って、かかしは？かかしはいらんの？ここ。はい、これで、かかしを、置きます。なんか微妙やな。場所マジで微妙じゃない？かかしを置きまして。え、で、これで七を置いていけばいいの？こういうこと？合ってる？ね、邪魔だよ、君。落とすよ。落としたけど。これ合っとんかな？え、なに？位置がずれた。え、位置が違うよ。どういうこと？どういう位置？え、なんか全然位置違うんやけど。これなんでこんな位置になってんの？ちょっとよくわからないんだけど。これで、あ、違う違う違う。ほっ。あ、こうやればちゃんとした位置になるのか？え、なんかまた変な位置になったんやけど。え、わからない。ああ！かかしい！ちょっと笑わないでくれるかな。私だって一生懸命なのよ。あれ？やっぱりちゃんとした位置にはなってないの？え？こういう風になるものなの？
ちょ、誰か助けて。モンゾーラ犬。じゃ、ココア助けて。私はちゃんとできているのでしょうか。謎すぎて謎すぎて、そしてどこに置けるんだ。もうなんかめちゃくちゃでよくわからないんだけど。これはちゃんとなるのだろうか。で、あとは、これね。ほう。水を。え？あ、びっくりした。水行き渡らないのかと思ったよ、一瞬。どう？行き渡った？これで大丈夫なんかな？で、あとはトマトの種を植えていくと。はい。植えれてる？ちゃんと。まあ、植えれてはいるけど。これ、真ん中の方に植えとるやつにはちゃんと水行き渡るんかな？感じで最悪普通に。なんかじゃれ合いよった超可愛いんですけど、指導どうした指導どうした。こんな感じでよろしいんかな。あ、ここちょっとできてない。あ、ごめん。ごめん。これで大丈夫？行き渡った？これ真ん中の方行き渡ってなくない？これ多分周りしか行ってないよね。これだって土の色が違うもん。なるほどね。そういうことか。まあ、そういうことらしいということで、ね。わかりはしたけれど。さあ。そして、チャコは？アイナさん、教団の魔物たちを追い払えてよかったです。そこで、と言ってはなんですが、この辺りで大丈夫を育てるための新しい種を探してきてくれませんか？お、また？私、新しく来た農民の方から、まだ見ぬ種の情報を聞いたんです。失われたカボチャの種の存在を。密林の奥に潜むものが、教団に見つからぬようずっと守り続けているとか。お、密林、言おったとこやん。ねえ、オークが。湿地帯の先にあるという密林の奥から、カボチャの種を30個探してきてください。お、地図に目的地が表示された。ってことやから、とりあえず、ま、ハートを集めて、あ、一応水やりしてくれようとしとんかな。よし。それじゃあ、あっちやね。オークのトマト農園から。なんかびっくりマーク2つあった。はい、ここまでやってきました。で、違う。あ、なんか水が。水が。違うんだ、私。お、トマトできとるやん。やったね。出来上がったのね。ぐっはっは、ビルダー。いや、いいよ。それはいいよ。トマトができてるかどうかをちょっと見てただけなんだよ。やったね。あれの先やったっけ？あれの先に、なんかいて。密林が広がっとるって言ったよね。で、密林の中には、あれか、リリパッドがいっぱいおって、話しかけたら情報をくれるとか、なんとか言っていたはず。あの辺になんかあるね。さあ、行きましょう。何？あ、リリパットおる。ん？アイナ、見てみろよ。あそこにリリパットどもが集まってるぞ。一体何してるんだろうな。あれは家じゃない？ちょっと気になるから、あいつに話を聞いてみようぜ。行こう。え、なんかこの子すごい、なんか、戦う気満々やん。待って。あ、でもなんか色が違うんか。リリパッドじゃないんか、あれは。なるほど、そういうことね。この子は話せる。へっ、見つかった。うまく隠れたつもりだったのに。マンドリル怖いよね。筋肉もりもりだし、顔も緑じゃないし。アローインプも怖いよね。顔はほとんど一緒だけど、顔色が緑じゃないし。とにかく緑じゃなかったら怖いのね。あ、なんかどんぐりになっとるやん。え、欲しい。あ、破壊。どんぐり、取れない。全然取れない。何か持ってそう？あ、何？じゃ、なんかめっちゃココアが近寄っていっとるやん。どうした？めっちゃ懐いてない？顔緑じゃない。お前は人間。この辺の木はブナの木だぞ。幹からは大木の樹皮が取れる。樹皮はたまにマンドリルからも取れるぞ。何か持ってそうってのは情報ってことかな。
この辺の木にはどんぐりがなっているんだね。どんぐりを健康な土に植えるといつか立派な木になるんだね。だけどだね、どんぐりが木に成長するにはものすごく時間がかかるんだね。そんな時は肥料を使うと早く育つんだね。肥料のことは湿地帯の洞窟にいる自然派の多くに聞いてみるといいようだね。なるほど。なんかあれはね、大きさ違うね、この子。おお、人間の子よ。ちょうどいいところに来てくれた。我々はリリパッド族。緑の草原を愛し、緑の森を守る、緑の顔の一族だ。しかし近頃、我々の仲間がハーゴン教団に寝返って、この森まで破壊しようとしていてな。森を守る我々は、あの悪しきアローインプどもを放っておくわけにはいかん。人間の子よ、アローインプを倒してくれたら、お礼に森を作る素敵なものをやろう。頼む、この辺りに紫色の顔をしたアローインプを10匹倒してくれ。お、なんかね、顔は似とるけど、めちゃくちゃ敵対する、こうなのね。よし。逃げんじゃねえよ、おい。ちょこまかと。いやー。やめてよ。マンドリル超邪魔なんだけど。こっちは任せたよ。ちょ、待って。あ、早い、素早い。あ。ピッピッ。よし。これで2匹。お前。ちょ。危ない。へいへい。やっつけたる。はい、3匹。お前もだ。ああ。正面から行ってみた。無謀にも正面から。ああ。狙わないで。このマンドリルがさ、めっちゃなんか意外と素早いんよね。あと4匹。いたぜ。へい。そして君らめっちゃ狙ってるでしょ。あー、痛い。はい。あと2体だね。オッケー。もうなんか、あ、どこから現れた。さあ、やっつけたよ。ほら、やっつけたよ、ねえ。どこから？こっちからか。はい。君らと同じ顔の子をやっつけてきたよ。おお、人間の子よ。森を破壊する悪しきアローインプどもを倒してくれたのだな。ところで人間、私には分かっておるぞ。お前はビルダーであろう。先ほどの例でもあるが、ビルダーのお前にはこれをもらってほしい。おお、どんぐりありがとう。どんぐりを健康な土に植えれば、木を生やすことができる。たくさん使えば森を作ることもできよう。ビルダーならば森を作れ。そして草原を作り、島に緑を広げるのだ。ハーゴン教団に負けてはならん。もしも道に行き詰まったら、リリパットとオオネズミ、そして人間の古い名役を思い出すのだぞ。ありがとう、知らんけど。人間、お前には話したいことがまだあるが、長話をすると飽きられそうだ。興味があったらまた話しかけてくれ。え、興味あるよ、話しかけるよ。ふふ。あ、絶対これランプ代わりに置いとるやろ、これ。それにしても、お前のような能天気な顔をした者があのビルダーだとは、関係なくない顔。かつて島に来たビルダーは、凛々しくもたくましく、賢そうな若者だったというが、まあいい。恵みの大樹が枯れ、島の土が腐った。それ以来我々はギリギリで生きてきた。ハーゴン教団の破壊に耐えてな。ビルダーよ、もしお前がこの地に大樹を作るなら、我らの名役が役に立つかもしれん。名役とは、リリパットとオオネズミ、そして人間の古い約束だ。この地の多くの者は忘れているが、一族の長たちは、今も名役を守り、島の希望を守っている。いつかこの島に、美しい緑と恵みの風を取り戻すためにな。そうそう、この先にある墓場半島には行ったか？墓場半島には、失われた作物の種が、いくつも隠されているらしい。まだ訪れたことがないようなら、一度足を運んでみるんだぞ。お、ってことは、かぼちゃかい？それはぜひとも、行くしかないでしょうよ。さて、じゃあ今回はこの辺で終わりにしておこうかな。はい、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。